札幌国際スキー場は札幌市南区にあるスキー場運営会社札幌リゾート開発公社の本社所在地であるオープン当初から都市型の日帰りスキー場として北海道内外から集客しており営業期間も例年11月中旬から5月上旬までと札幌近郊のスキー場では比較的長くなっているスキーセンター前のゲレンデにある メルヘンの鐘はスキー場オープンの年が札幌市時計台完成からちょうど100年にあたる年であることからこれを記念して札幌手作り協会が制作した全日本スキー連盟や日本スノーボード協会公認のスキースノーボードスクールがある紅葉時期は札幌国際スキー場秋祭りとして営業している1977年に 浅里竹スキー場計画のマスタープランがまとまり、当時の札幌を中心とするスキー人口に対して不足していたゲレンデ面積を補うほか、札幌市の長期観光レクリエーション計画、方針や林野町のレクリエーションの森指定地域にあった計画であるとしていたが、自然保護団体との話し合いをするために着工1年、あまり延期時、 林間コースを主体とする設計と運営に留意した。コースアイテム作動スキーセンター等を営業期間中は、札幌第一観光バスと上鉄バスが、札幌市内から、常在系温泉経由のバスを運行している。ありがとうございます。